プロトゥールスの世界へようこそいらっしゃいました。オキテシリーズパート4となる今回はリズムセクションにフォーカスします。個性のあるいろいろなドラム音源やこのようなエレクトリックドラムコントローラーを使ってMIDI キーボードを使わないでかっこいいドラムパートを構築する方法、そしてアンプシミュレーターを使った卓録ベースの音作りに関するノウハウを解説したいと思います。作ったパターンは各 MIDI ノートにデフォルトでアサインされていますので、指一本でレコーディングすることができます。キットピーススロットをオプションクリックしてもプレビューできます。この場合、左から右にかけてだんだん強いベロシティで再生されるようになっています。グルーヴはプロトゥールスの編集ウィンドウの空いているこのドラムトラックと呼ばれる簡易シーケンサー上にグルーヴを貼り付けていって、BFD2 の中で楽曲を構築することもできます。こんな時こそドラマゴッグです。ドラマゴッグの使い方はとても簡単で、インストゥルメントボックスから差し替えたい音色を選んでやるだけです。スネアは結構そのキックもそうなんですが、個々にかける場合っていうのはレベルの補正というかその的なコンプの使い方というよりも音色をやっぱ作るという、結構そのハードに20ミリから50ミリぐらい、あまり早すぎるとやっぱりアタック逃げてしまうの でリリースもまあキックなのでやっぱ早めにしてあげてすぐ戻すような形でアタック感を出す形ですね。